三森すずこが春を探しにお出かけ。三森の春休み。三森さん。はい、チーズ。早速ですが、三森さん、こちらをどうぞ。え、あー、なんと、これは、もしかして、ピクニック。今回も引き続き、緑の中のファミリーランド、武蔵野村で春メガネを使って春を探していただきます。ピクニックを満喫しながら、三森さんはどんな春を見つけるのでしょうか。難しいな。難しい。うん。あ、これでいけた、いけた。こんな遊び道具が。お？これで遊んでいいってことですか？モノボケ？映画が始まる時のやつ。それじゃあ、レッツピクニック。一人でピクニックって何したらいいのかしら。とりあえずこう、魔惣菜パンを食べるとかさ。春どこかな。おや、おや、春来たかもしれない。あのお姉さん一人で何してるんだろうって感じかな。あ、なになになに、え、お姉さん綺麗って言われたのかな。お、こんなところにも春発見。三森さん、ここで早口言葉を一つ。東京、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 東京。ああ、疲れるのね、これって。三森さん、春は見つかりましたか？見つかりました。今回はまずこれ、シャボン玉ですね。久々の、これはもう何ですか、春の風はいろんな方向に吹きまくるからうまく吹けない。顔に当たるっていうね、それもなかなか楽しいですね。そしてこっちは芝生の上でご飯。いや、やっぱ外で食べるねご飯はね、なんか特別な感じがして美味しいですね。そしてこれはこう、足がウサギの耳みたいになってるの分かります？これ、そう、いいでしょう。二分咲き。いや、いいね。徐々に。一人でピクニックはちょっと寂しかった三森さん。次回、三森が牧場で春発見。